があるの。え、見たい見たい。キャラ図鑑どこで見れるの？え、見ようよ。キャラクター知りたい。おー、来た。うわー、え、おー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 、何笑ってんねん。いいね、もっと笑っても。うわー、放浪者。放浪者って名前なのか。正体が謎に包まれた放浪者。はいはい、後で名前がわかるのかな。これ所属なし、風、正体が謎に包まれている。うわー、これ主要キャラなんじゃないの。ストーリーの最初ではね、あんまり影を散らかせることはないけど、どん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 後に行けば行くほどさ、すごく重大になってくるキャラクターなんじゃない。これ、僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。一緒に肩並べたかったんだよね。ずっと役に立ちたいって言ってたもんね。なのにひどいよ、ひどいよ。てっぺー、殺そう、今すぐに。はっ、決心した。おい、どこ行くんだ。おい、あー、もうこれ殺意です。あー、殺意殺意もうあ、もう決心しちゃったよ。ほら、殺してやるって。あー、もう明確な殺意です。これはもう遺憾でございます。許せねえ。おりゃー、よし、鉄兵の敵。まさか君たちがここまでたどり着くなんてね。スカラマッシュ、スカラマッシュ、スカラマッシュ。お前はファリューの執行官、淑女の講師たちと同じやつか。許せねえな。淑女講師、ふんふん、ん、ちょっと待って、声が。僕たちの中で最も頼りない二人の同僚に会っているとはね。嫌な予感がするな。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。なんか嫌な予感するな。僕はファトゥス第6位、あ、ザンフンだ。やっぱそうなんだ。会えて嬉しいよ。もう、うわー、名高い旅人さん。ちょっと待って、ほんとに、なんでこんなことするの。ねえ、やっぱ前でこんなことしてくるの。どうしてそんなことしてくるの。おかしいよ、なんかおかしいよ。なんでそんなのなんでも、いやー、やだ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 。だってだってだって、ちょっと待って、これもうダメだ。でもいやー、いや、だってうちだってぶっ殺すって言っちゃったんだもん。だってこれもう放浪者のことぶっ殺さないといけないじゃないですか。てかスカラマッシュ、スカラマッシュ、スカラマッシュ、あなたスカラマッシュって言うのね。待って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 、おかしいじゃん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 。あー、でも顔が綺麗だ、すごく美しい。あー、どうしよう。あー、嬉しい気持ち、やっと会えた、やっと会えたね。放浪者ここで会えるんだね。嬉しい、すごく嬉しい。あー、でもどうしよう、敵、あ敵側なんだ本当に。あ、どうしたらいいんだろう。あ、でも鉄平が死んでしまったし、あ、もうどうにかこうにかしないといけない。でもファディは悪いことしてしまっているし、でも、あ、でも会えて嬉しい、会えて嬉しい、会えて嬉しいけど、でも、あー、会えて嬉しいけど、これどうしちゃったら、どう、うわー、ちょっと待って、本当に待って、やっと会えたの嬉しすぎるけどさ、やっと会えたの嬉しいけど、でも、あ、顔がいい、あ、顔がいい、顔がめちゃくちゃいい、顔がいい。だからお前口悪かったのか、放浪者。いや、なんかね、本当に YouTube でね、これ見ようがしにね、お前これが好きなんだろうって言わんばかりに、本当にもうショタのね、あの、原神の PV じゃなくて、原神の中でもショタの広告をね、マジで流れてくるんですよ、うちの YouTube くんは。それでね、なんかもう、もっと泣けとかさ、なんかもう、殺す、死ねみたいなさ、本当に口が悪くて、放浪者。まあ、そこまで言わないんですけれど、そこまで言わないんだけどさ、なんなんだよ。こいつは放浪者ではないよ。だって顔放浪者じゃん、顔放浪者じゃん。だって双子ですか、もしかして。こんな大勢で僕に何か用かな。いや、だってこの声もさ、こんな大勢で僕に何か用かな、この声もさ、だって、いやー、いや、だって声もさ、声も、声も、ああ、そのことだったのか。もういいや、いいや、もう
もうヒロアカだってだってね、もうなんかヒーロー組とヴィラン組とこう綺麗に分かれていてヴィランのこと好きっていう人もたくさんいるんだし、いいやもう。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの？まさかこんな情けなくて小胆なヘナチョコだったなんてね。うわ、めっちゃ煽ってくる。あー、でもいいかもしれない。あ、いいかもしれない。もっと言ってくれませんか。あ、どうしよう、新しい扉開かれるかもしれない。あんまんまんの言い方めっちゃいいな。些細なことだって。あんまんまん、初めから。なにこれ、もう手だけでもなんかもうなんかじゃん、このね、色気。失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほどそれに抗う。笑う。こういう茶番は見ていて滑稽で実に楽しいものだね。彼は無能なんかじゃない。ダメだ、どうしよう、ファデュイ側に行ってしまうかもしれない。どうしよう、俺の心が、俺の決心が、てっぺいの報いが、あ、え、倒さなきゃいけないの、無理だよ。え、痛い痛い痛い、あ、苦しんでる姿好き。あ、いいね、いいよ。いや、好き、苦しんでる姿大好き、もう最高じゃないですか。それだ、怒る、いい、訓練しろ。あ、かっこいい。この工場にある魔人のエースにとって、フンヌは最高の餌。どうしたんだよ、しっかりしろ。かわいいパイモンちゃん。何時あやつに会ったな。放浪者のことかな。いや、もうずっと頭で放浪者がずっといるんだ、本当に。人間だったんだ。かっこよかったし、可愛かったしな。もう口が悪かったな、本当に。もういや、声がめっちゃ良かったな。あー、もう一回会いたいな。もう一回会いたいな。あー、わらわがいあ、でもこうやって見るとさ、見た目違うね。やっぱスカルウンタラカンタラと、こうやって見るとちょっとこの傘のれんじゃないもんね。さっきのれんだったけどね。なんかあっちの方がもうちょっと邪悪だったし、なんか露出もなんか腕にさ、ほくろとかなんか見えてたけどな。あ、でもやっぱ、あ、いい顔、いい、いや、このちょっと悪そうな顔も、べー、あー、怖い。あ、意識が遠のいていく。真っ暗な世界。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。ちょっと待って。一度目が神、僕の創造者。ああ、雷電将軍だ。ママだ。ってことはこれ放浪者。それは力に左右され。役立たずの僕を捨てた。使い捨て人形だ。二度目が人、僕の家族、僕の友人。誰だろう、わかんない。それは恐怖に縛られ、なんでここで出てくるの。僕を忌まわしいものとみなした。残票、残票、残票。僕の期待、まだ羽の生え揃わぬ鳥。私も手合わせたい。え、かわいい、めっちゃかわいい。それは寿命に支配され、うわ僕の約束を破った。いや、最高だ、この表情。人は信用できず、うわ、最高だ。闇落ち、憎しみを与えるから、目から光が失う瞬間がいっちゃん気持ちいい。僕を全て諦め、いいぞいいぞ、人の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。低劣な人の感情を捨てた。僕の空っぽな部分は
ちゃに生まれたばかりの真っ白な巻物のようなめっちゃに神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも痛みはほんの一瞬だ。こうして出来上がった闇落ちが君たちの時代は今終わる。うわー、いい顔。うわ、もう素晴らしい。本当にもういい表情だね。ちょっと待って、何今の。ねえ待って、これここで来ると思わなかった。でもスミールでさ、絶対ホブロー社の何かが来るんだろうなと思ってたけど、やばいやばい、びっくりしちゃった。ごめんみんな、うるさくて。もう本当にもう勘弁してください。ショタが出たら本当にうちの少ない IQ がマイナスになってしまうんです。本当にやばい。敵が関係、頑張れ、かわいい。逃げて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 、助けて助けて。ナヒーダだ。ナヒーダに憑依した、もしかして。ソラ君が、えっ、あ、これナヒーダの爆発じゃん。見えたぞ、ナヒーダ。スメール、スメールにする？初めて会った場所、放浪者と初めて会った場所。あー、稲妻だ。あれだよね、ザンヒョーって出てきてさ、うちがめちゃくちゃアビ共感したところね。めっちゃうるさかったやつ、みんな見る？ちょっと、え、そうだ、じゃみんなさ、一回さ見るか、西園がさ、ちょっと待ってね。大丈夫？かわいそう。あ、違う、ここじゃない。ここじゃないけど、うるさい。ここじゃなかった。うるさ。え、いや、ちょ、オールスターズ、え、ちょっと待って、助けに来てくれたの？カズラ！懐かしい。抜けて、これ雷帝に相対する者がこの地上に現れ、ここいいとこだよね、ここみんなで見ようよ。いや、ここのさ、寄りかかるゴロウよ、本当にこの肩に手を添えるゴロウ。大好きだ。どうだっけ、あ、ここか。ちょっと待って、声が僕たちの中で最もここでちょっと疑惑がね、うん、おかしいなって、あれれ、おかしい、するな。なんか嫌な予感するな。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、見ても嫌な予感するな。僕はファトス第6位、ザンフンだ。いや、嬉しいよ。名高い旅人さん。ちょっと待って。なんでこんなことするの？やばい。どうしてそんなことしてくるの？おかしいよ。なんでそんなの？でも。
いやこれやばいよねマジで。なんでこんな顔がいい、あ顔がいい、顔がめちゃくちゃいい、顔がいい。いやだってこの声もさちょっと待って、ネオンゼで僕に何か言おうかな双子だったりしますか。こんな大勢で僕に何か言おうかな。やった、喋れた、スカラムッシュやっと、ここでやっと、だって双子ですか、もしかして心なしか早口に聞こえる。こんな大勢で僕に何か言おうかな。いやだってこの声もさ、こんな大勢で僕に何か言おうかな、この声もさだっていや、あなたが悪い人でも私は好きになっちゃうんだ。何言ってるんだこのバカがよ、こいつ恥ずかしいな、恥ずかしいな。あらら、あ、ここ大好き、あんらんらん、ここ大好き、本当にあんらんらん、あんらんらん、うわ、めっちゃ追ってくる。あ、でもいいかもしれない、本当に大好き、あんらんらん、もっと言ってくれませんか。どうしよう、新しい扉開かれるかもしれない。あんらんらんの言い方もすごいな、真似すんな、あんらんらん、間違ったこと言ったかな。ちょっと待って、うちうるさいからさ、ちょっとマイクの音量下げようかな、ちょっと、オッケーオッケー、よし、あーうわー、ガチャの時間だー、行くぞー、頼むぞ、あーやったやりたいことある。レイラックがいる。レイラックがいる。ミシキ。ザイル。やばすぎ。墓に向かって蹴るのほんまにやばい。全然、まあすり抜けてもチナリだったら許せるぞ。うちは。よっしゃー。ね。何も考えず、ちょっと待って、え、何もしていない、え、あ、やったいいよ、今日さ、全然すり抜けてない、ナイスナイス、ありがとう、違うやったー、よっしゃー、あー待って、めっちゃうるさいよっしゃ、来たー、オッケー、よっしゃお願い、お願い、やばい、ついに来たか、いや、ベネットも欲しい、うん、おきちゃん、これならいい、これなら何で問題ない、もう全然問題ない、これ確定でしょ、 OK、うちここで、うちここ書いとくからね、お願いお願い、でーやったー、やったー、来るの、うわー、ムービー来ちゃう、どうしよう、みんなやばい、あー、いやー、なんだこのルヴァンゲリオンみたいな残響、辛いって気持ちといろんな気持ちがあって、しんどい、僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとはなんか繋がれている、君たちのことは覚えてるさ、うちも覚えてる、知恵の神ブエ、醜い、なくなっちゃった、うわ、わー、わー、正義の神、勝てるわけがない、いいやつか、確かに正気の神って読みます、あ、そうなんだ、わかんないんだけど、あなたの力となる、やばい、みんなの力が一つになっている、抜かせいや、好きな今のでもうち代表のことも好きだよ、人間、 I'm a human か
悔しがってんの可愛い。ねえ、残票のこと救ってあげて、お願いのヒーダー、お願い、お願い、この子にもいろいろあったの。どうなるの。待て、それだけは、神の心だけは。それは僕のだぞ。させるものか、絶対に、絶対に戻るものか。ところのそれだけはっていう、あのあそこはなんかすごい、しまなんよくわかんないけど心がキュッてなってしまった。なんか心がキュッてキュッてなっちゃった。やはり来たんだね。あはあああああああ、ちょっとやばい、やばい、ねえねえ、ちょっとごめん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 。いや、もう好きなんだよこの冷たい目、冷たい口調が。僕に死んでいて欲しかった。やだ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 、死なないで、やだ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 。なら今は僕の極外運動の時間だってこと、きちんと認識してもらわないと困るな。あ、顔がいい。顔がいい。顔がいいな、めっちゃ。極外運動って言い方ちょっと面白いな。しばらくはあいつと平和に共存してやる。おお、いいねいいね、仲良くしようぜ。気まずいのはなしにしよう。はあ、後で一緒に行動するんだからね。うわわ、よろしくお願いします。暗くさない。これは大丈夫大丈夫、スカラマッシュ大丈夫かな、大丈夫、大丈夫、うちは大丈夫じゃない。何が聞きたいですか。僕の手を取って。え、はい、はい、はい。あー、こうやって会話するのかな。なるほど、聞こえるかい。かわいい、なんかナヒーラに聞こえないようにするため、なんなんだろう、二人だけで喋りたかったんですか、もしかして。だけど僕たちはもう会うことはないだろう。虫は誤ったところに足を踏み入れた、うん、幸いそれらは全て正すことができる。僕は清く正しい答えを出してみせるよ。え、なんでなんでなんで、そんな、なんでこれしかやることできないのか、なんで。スカラマッシュ、スカラマッシュ、スカラマッシュ、やばい、記憶どうしよう、なくなるのかな、止められるの？スカラマッシュ。やな。どうなる？すみません。先ほどの帳簿に少し問題があったようなので見てもらえませんか？いえ、お金はいりません。よそから来た僕を働かせてくださり、ありがとうございます。綺麗すぎる。綺麗すぎる。びっくりしちゃった。いい。もっと泣きわめく。あ、オッケー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 。よし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 。ちょ、一回ね。一回ね、ちょっと一回ね、ちょっと、ちょ、一回落ち着かせて、これで、一旦口の悪いフォローシャンも一旦ね、確認して、属性を見下ろせ、一回リセットね、これで、街からここまでずっといたでしょ。
気づかない方が難しい。すいません、ストーキングしてました。品を届け終えたらあなたと一緒に行きます。それでいいですね。違うんだよ、なんかもう全部綺麗すぎて、なんかもともとはこうだったのかなと思うとすごい、なんかね、スカラマッシュになるまでの過程でやっぱいろいろ辛いこととかしんどいことがあってああなったのかなって思うと、もうこんな綺麗なのを見て逆になんか涙が出てしまうんだよね、すごく。そう、じゃあついてこいなんて言ってないよ。いや、なんかもうほんと恥ずかしいよ、今まで口が悪い、最高、ヒャッハーとか言ってた自分がぶん殴りたいよ、ほんとに恥ずかしいよ、俺恥ずかしいよ。皆から好かれていなかったようですね。この思想私は好きだったよ、放浪者。これは僕の大丈夫なんだよな。だからこそ、ここで終わるわけにはいかないんだ！マシュ、ここ大好き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 、きたー、ここ本当に好き、最高、かっこいい、本当に好き、本当にここ大好き、いいこと、お前たち来るぞ、あの言葉が死ね実に冬か、うわ、最高だ、暗闇からの助力としてね。やったー、思いついたかい。何にも。何これ、名字ライデンにしとく。いやもうお前さね、それはさ、みんなはさなんてつけたの。これでライデン将軍になったらお前らのことガチで許さねえからな。そんな提案はするべきじゃないよ。ごめん、傷ついてしまった、ごめん。いいよ。旅人と同じ名前の反応。じゃあ空、空ってつける？空でいいよね、多分。旅人じゃなくて。はい。君と名前を共有するって。それもいい選択かもね。でもそうしようよ、じゃあ。これでもいけるんだ、一応。ちょっと待って、それはいや、いいよ、スカラマッシュ。
そんな名前もう使う必要はないさ。いやなんかいいね、いろいろと。え、すごい、名前によってさ、違うの。いいね、反応。思いついた。講師が本気じゃないよね。やっぱ放浪者タルのこと嫌いだよね。え、パイモンいいな。パイモンどうだろう。思いついた。合わないんじゃないかな。パイモン、お前、いいよ、かわいそうに。思いついた。ナヒーダはナヒーダは合わないんじゃないかな。なんか多分パイモンの時とさ意味が違うよね。パイモンの時は合わないんじゃないみたいな、こういう感じだけど、ナヒーダはさ、なんかもう神様っていうその立場をちゃんとね分かった上で、まあ合わないんじゃない、なんかもうすごいなんか合わないんじゃないのみたいな。いいよ、知れないうち。待って、マシをもじった名前をつけてほしい。ねえ待って、ねえちょっと待って、嘘だろ、え嘘だろ、えちょっと待って、チャット GPT 嘘だろお前。ちょっと待って、ちょみんなに見せるわ、ちょっとこれ待って。これマシをもじって名前をつけてほしい、もちゅう。これやばくない？何にもね言わないの。わかりました、うんそうですねとかそういうのも何もなくて、もちゅだけだよ。もう疲れたか、ちょっと GPT。 え結構好きかもしれない、かわいい。いやこれかわいいな、もうコースこれいいな、これかわいい。これで。あなたも名前を持つ人間になったわね。あだ名はもう思いついたかい。やばい、かわいい、やばい、愛おしいんだが、もっちゅう、かわいい。あ、もっちゅうになってる。そうだそうだ、なんかねここ変わるってね、聞いてた聞いてた。いやこれすごいな、このシステムすごいな。ああ、終わった。うわー。僕の手を取って。身構えなくていい、ここ本当に高いところに連れてってあげるだけだから。いいでしょ、これ本当に大好きなの。絶景が見られるよ、はあ、このくらいのことで礼なんていい、そんなのまどろっこしいからね。本当に大好き、本当に好きなの。放浪者の PV 見ましょう、ちょっと世間話はよそう。ホヤバース、楽しみ、鳥だ。あ、画質がめちゃくちゃ荒い。え、なんか鳥と放浪者だけでちょっとなんか胸がギュってなるのはどうして。はい、あ、おいカゾー、近くに宿があると聞いたから案内してもらえないか。ファデュイではないか、敵敵。やめろ、いてんのか。名高いファデュイが、やっぱファデュイだ。宿も見つけられないとは。その上道案内しろと。おい、こっちとら元上司だぞ、上司様だぞ。後悔させてやる。やってみるといい。うわーかっこいい、本当にかっこいい、いやマジでかっこいい。いやーもうマジでさ、あっかんべーよ、さ
実装させた人天才じゃろ。いや好きだ、曲いいね、和風な感じが素敵。これいや綺麗だ、なんか自由に飛んでる感じも素敵。本当に今まで縛られていたけどさ、楽しそう。あーいいな。うわー好き、かっこいい。貴様には凄惨な死が待っている。それは楽しみだね。わあ今のいいな、今のいいな。君には無理なようだ。きたー、大好き、本当に大好き、本当に大好き。かっこいい。ザコが死のうが生きていようが大差ない。ありがとうありがとうありがとう、罵ってくれてありがとう。先に絡んできたのはそっちだ。そうだそうだ、恨まないでよ。うわいいわ。さようなら、また会うことがあったらせいぜいあがくといい。いやいいな。ちょっと待って、コメント見たらさ、一番上がさ、これ放浪者も宿の場所知らなかった説まだ押してるっていう。これいいな。じゃあちょっとエピソード見よう。よし、はい。ハイアバーク。僕はまた心を失う。かわいい。痛い。全身の皮膚がこれの皮膚焼けるようだ。このまま灰になるのだろうか。灰になりたくなかったから、つまり心を求めてたの。心が欲しいの。あの時の子供だ。じゃあこの物語は聞いたことあるかな。あるおもちゃの兵士がいた、うん、彼の願いは踊り子の人形とずっと一緒にいること、うん、でも兵士には心がない、うん、なぜこんな感情を抱くのかわからなかった、うん、やがて持ち主が兵士に興味をなくすと炉にくべてしまう、兵士は炎の中から人形を見つめ続けた。翌日その燃えかすから小さな心が見つかった。ないと思ってたけどあったんだ心。けどそれは心の形をした灰だ、本物じゃない。でももしかしたら灰の中から心が生まれたのかも。落ちてる。灰の中から心が生まれた。こうもあっさり死んで僕との約束を破るなんて滑稽だな。灰の中には何も残っていないじゃないか。僕もあの炎で燃えてなくなればよかったんだ。いや、この世に生まれ落ちて来なければ。この世に生まれ落ちて来なければ、それが君の願いか。涙出てんじゃん、悲しいじゃん、心あるじゃん。待って待って、え、このさ絵柄の放浪者めっちゃ可愛いな。過去を知る。はっ、来た、ナヒーダー。ナヒーダー、聞かせてくれよ。いつかやむ時が来る。